皆様、こんにちは。夜に見ている方はこんばんは。チャンネルのナレーションを担当しているあかりです。今回の動画は、集まれ、動物の森のヘアアイディアを紹介します。動画メニューがこちら。テーマは、昭和レトロで、懐かしいアイテムが揃うレトロな部屋を作りました。1、部屋に使ったアイテムの紹介。2、壁紙、床板で模様替え。3、家具アイテムの配置。4、部屋に合うファッション選び。5、完成した部屋のお披露目。の、以上、5つのチャプターに分けて、簡単に解説していきます。まずは、今回部屋を作るために使用した、壁紙、床板、家具、小物を紹介します。スタンダードな茶室の壁、畳、座布団、茶舞台、レトロな扇風機、お絵かきセット、ダイヤル式電話、段ボール、調味料入れ、夜間、ラジカセ、クモの巣、表彰状、です。ほとんどのアイテムは、たぬき商店で購入できます。ただし、茶舞台は DIY、クモの巣は虫取り大会で手に入れました。準備も整ったので、それでは部屋作りを始めていきましょう。まずは、壁紙と床板を貼って、部屋の模様替えを行います。今回は、スタンダードな茶室の壁と、畳の床板を使用しました。畳の上を土足で上がるのは、ダメですよ。いい子は真似しないでくださいね。次は、家具、小物、壁掛けアイテムを設置します。レトロな扇風機は、たぬき商店の季節限定品で、北半球だと、6月から8月まで陳列されます。完成した部屋に合う洋服を選んでみました。ただし、今回は洋服は使用せず、アクセサリーのみで、髪型は坊主頭です。絆創膏やご飯粒とも迷いましたが、今回は鼻水を選びました。洋服選びも終わったので、最後は完成した部屋へ行き、ポーズをとってみましょう。
今回の動画はこれでおしまいです。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。